のドラマのタイトルとします。ハイパーマン。大決定ということで。はい、皆さんこんにちは、井上松弘です。デスクです。さて、はい、もうこれ皆さんお待ちかねだと思うんですけれども、まあ、今日はタイトルバックを考えたいなと思います。ようやく決まりますか。そう、それが、いや、もういつまでもピンクの特撮、はい、ピンクの特撮って言って私たちが作るものが、はい、ピンクの特撮っていうタイトルだと思われたらもうちょっと これ困るじゃないですか。このままいくとドラマタイトルがそうなっちゃいますからね。そう、はい、多分ね、うん、この見てる視聴者の方でもう半分がピンクの特撮っていうタイトルでいくんだなと思われてると思う。そんなわけないかな。そんなわけですよ。あとは初めて見る人は、はい、ピンクの特撮って、うん、え、何って思われがちなタイトルじゃん。まあ確かにちょっとなんかセンシティブな内容になるかなみたいな。若干さ、うん、ちょっと YouTube にこうバンされそうな感じの気配が漂うような感じじゃないですか。なので、まあ、今日はね、まあ、ちゃんとこの私たちがこうピンクの特撮プロジェクトっていうものを始めたんですけれども、はい、うん、きちんとここからタイトルバックをしっかりと、まあ、名前も含めて考えて、はい、で、このドラマのタイトルします。イエーイ、ようやくね。はい、まあ、普通はですね、はい、こういうのはもともとタイトルが決まって撮影するものですし、そうですね、はい、もうプロデューサーとかが決めるわけなんですけども、はい、まあ、今回プロデューサー私なので、うんうん、決めなきゃならないんです。そうですね、決めましょう、はい、ということで、決めたいと思います。はい、はい、じゃあ大輔さん、うん、ここにホワイトボードがあるんで、はい、まあ、この作品のタイトルとデザイン含めてちょっといろいろ案出していきましょう。え、僕も案出していいんですか。もちろんだよ。もう案出していいんでしょって最初から結構やってきたでしょって。さすが、いやいや、プロジェクトタイトルバックは、うん、僕らからこう考えて、うん、いいのが出たらもうそのまま採用したいと思うので。あ、なるほど、はい、もう、はい、いいですね。はい、ちょっと考えていきましょう。はい、あんま特撮に詳しくないからな。いや、まあその観点外していいんじゃないですか別に。まあ、結果的に撮るのが特撮っていうだけでね。そうですね、うん、うんうんうん。タイトルバックって大好き、考えたことないか。ないですね。あ、私はもう舞台を何回もやってるんで、なんとなくその仮で決めてそのまま本決定になっちゃったりとか、うんうん、よくあるので、はい、絶対これにしないと。絶対これにしないと。ハイパーマン。何ハイパーマンって。なんでハイパーマンの要素はあるんですか。え、この物語にハイパーマンの要素があるんですか。ないかないんかい。ハイパーマン、ハイパーマンはダメでしょ。俺でも分かる。じゃあ、いや、これね、考えようとすると結構出てこなかったりするんですよ。確かにな。で、今回ね、主人公の名前が、まあ、ジサリスっていうの決まってるんで。確かに動画でもちょこちょこ出てきたんですよね。うん、あ、できました。はい、はい、ジサリス、転生したら桜色の戦士だったけん。いや、このパクリなんかそういうアニメ見たことあるわ。あの、ジサリス、はい、ジサリス、ニョロニョロみたいな。ニョロニョロ、やっぱね、こういうイメージがあるんですよね。ああ、はい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 、まあ、に覚えやすいし、まあヒーロー、そうだよね、なんでもヒーローってタイトルヒーローだからね、うんうん、ガロンもそうだし、仮面ライダーもタイトルヒーローだしね、仮面ライダー、ディケイドもヒーロー、タイトルがやっぱり、ね、ウルトラマンってそうですもんね。そう、ハイパーマン。そう、俺とハイパーマンが一番いいかあれ、ただジサリスは入れたいよね。あ、そうですね、そうなると、うん、うん、本則的にはね。ジサリスの前につけるっていう手もあるのか。ジサリス何々じゃなくて、なるほど、ね、何々ジサリス。あ、なるほどね、何々ジサリス。タイトルバックとか皆さんどこで会議して決めてるのか分かんないですけど、結構こういうノリで決めてると思うんだよね。でも多分ね、やっぱりその人間のひらめきってそういう時に出てくる。そうそうそう、もうなんか飲み屋とかで出てくるみたいな感じでしょ。そうっすね。ね、次な、何かな、10年、あ、じゃあリゲートじゃねえみたいな。これは完璧、ピンクのジサリス。いやー、拭えてないんよ。いや、花の刑事みたいな。一番心配してたところが拭えてない。そう、ピンクっぽくなっちゃうとか言って。あー、なるほどね、バンされちゃう可能性が出てる。あ、そっか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 、心配してた部分が。そう、あの、このドラマは健全ですよ、健全なドラマでございます。このドラマに出てくる言葉を使える
キーワードとなるような、これ出しちゃっていいのか分かんないけど、ああ、いいんじゃないですか、情報公開であれを握ってるの我らなんで。そうか、それで言うとですよ、まず我らのさじ加減で全ての情報公開になります。それで言うとね、うん、これいいんじゃないですか、キーワード、うん、花の時差です。いや、花の刑事やん今まさに言ってたらダメ、花の刑事やで、今回この花っていう字、確かに花は使えますでしょ、うん、今回花の刑事、これはちょっと花の刑事寄りになっちゃいましたけど、あ、はいはい、花の時差です。あー、いいですね、その文字いいですね、なんか、うん、かっこいい、世界観的に、まあ、ちょっとこれもネタバレなんですけど、守る人みたいな感じなんですよ、うんうんうん、守る人みたいな、まあ今ヒーローなんで世界守ってるんですけど、まあそういう職業があるみたいな感じのニュアンスがあるみたいな、そういうの入るといいですね。ああ、しかもあの言葉、はい、花警察官自在です。達成達成、花ポリス自在です。ちょっと日本で言う、花ポリス自在です。花ポリス自在です。ジサリスとか他のヒーロー、まあ、スーツが出てきますけど、うん、全部が戦記化って言われてますよ、ね、それがまあ戦記化ジサリスだね、はい、まあ、戦記化ジサリスね、いいですね、戦記化ジサリス、まあ、全部カタカナだし、ね、全部カタカナでない、ちょっとあのバカバカみたいな、ちょっとそうだよね、長いよねこれね、ちょっとバカにつっちゃうんで、うん、でバランスを良くしたら良くなるんじゃないですか、なんかロゴ的に、うん、戦記化やだ、ジサリスかセンティカを、うん、なんかスペル文字とかに したいですよね。スペル文字とは全部カタカナだと長いんで、やっぱりさっき言った、まあ、SK じゃないですけど、うん、ローマ字読みにするとか、ああ、だからこう書いてこう読みますみたいな、ああ、そう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 、本物と書いてファイヤーみたいな感じまあ、そうそうそう、それこそ持ってるし、なんか例えば千鳥で詰め狙い切りみたいな感じでしょ、そう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 そのスーツのモチーフが花なんですよ、でその花をまとって守ってるみたいなニュアンスなんですよね、セラフィカって、守ってるみたいな、なんかニュアンスの言葉がある、歌手あ、でもいいかも、なんかそれでセンティカでしょ、これでセンティカ、でもなんかこれちょっと待って、これ守りに走ってるみたいな、なんかあの、でも歌手自体です、歌手自体です、歌手としきさん、ちょっと思い浮かべて、これでセンティカ自殺でしょ、そう、それでセンティカって言うとなんかね、うん、攻撃しないやつみたいな、そうそうそう、話自殺ですなんか稼働してるみたいなあ、そうだよな、これだと稼働だもんな、花で守る人みたいな、歌手詩、歌手詩はちょっとな、センティカ自殺です、あ、歌手詩でセンティカ、センティカ自殺です、あ、防御、防御、火防止、消防士みたいななんかその字出てくると一気に消防士っぽくなるな、そうだね、これダメだね、防衛火防止、いや、そっちじゃなくて A の方、 A ってさ、うん、A の方ってなんかさ、遊戯王かなんかでさ、それで守るって書いてる人いない、そうなの、それが防衛で調べるとね、防衛省ってでもね、ほんと防衛省みたいな本なんですよ、防衛の A と、うん、この C で、うん、エジって、うん、まあ、その兵士的な感じの意味があるみたい、いや、これいいじゃないですか、宮中を守っていた兵士みたいなことか、はいはい、守る兵士、あ、ちょっとこれいいじゃないですか、いいじゃないですか、これはい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 、あ、なんかこれいいね、なんか一番いいんじゃないですか、ちょっとなんか分かんない、自覚がどうかは知らんけどバランスいい、今までで一番いいんじゃないですか、うん、戦記化自殺です、これなんかロゴ化したらすごいかっこよくなるんじゃないですか、じゃあこれでいくとしたらどんなロゴにするか、それ考えましょう、どんなロゴ、うん、2行って難しいんだな、全然わからん、まあ、よくあるあるなのはこういうことだよな、まあ、私もあるあるな感じのバランスやからと思うんですね、あ、まあでも2行にするならそうですよね、そうそう、うん、ちょっとずらしたパターン、俺もね、あの、あるあるパターンね、うん、あの、頭の文字だけでかくなるっていう、ああ、あるある、頭でかいのちょっとかっこいいよね、
なんかちょっとこれ俺の絵が下手くそなんで、うん、ダサく見えるかもしれないですけど、うん、これカイジ・チサリス。なんか花が、花をね、なんか鶴が出てたりとか、あー、これは多分あの上手い絵の人に頼めば、なるほどね、ちょっと華やかになると思うんですけど、地の先から鶴が生えてるから、はいはいはい、植物からのような時代でやる。いい、海で。F8ABA6 っていうのはあれですよね。わかる。さすがにわかります、俺は。うん、シャープ、うん、F8ABA6 っていうのは、うん、あのピンクの色紙出版号ですね。そう、ピンクの色板を入れる。シャープのシャープで、でもしかも、うん、シャープがちょっとあの井上の意を暗示してる。あ、ごめん。背景に。そう、俺が作ったぞーみたいな。でけえ。存在感がでけえ。まあちょっといろいろ出ましたけれども、なんかお花っぽいデザイン、うん、でカエジ、まあだセンティカジサリスであるということと、うんうん、私はまあじゃあピンクの記号を入れるということ。ピンクの記号な。まあちょっとこんな感じで一応デザイナーさんに投げてみようかなと。あ、こういうちょっと素材を投げてね。そう。はい、いい感じで。まあ、ね、結局ですね、うん、まあ私たちはアイデアの01を作ればいいので、まあ、これをもとに。まあ、どれぐらいな感じのものが出来上がってくるのか、はい、一旦デザイナーさんに投げてもらって、うん、でちょっとパターン出ししてもらって、あ、そうですね、その中からちょっと選びたいなと、うん、それがいいと思います。大輔さん、はい、あれから、うん、結構経ちましたけれども、うん、ロゴの方がデザイナーさんから上がってきました。おで何パターンかあるので、はいはいはい、まあ、この中からちょっと選びたいなと思うんですけれども、そんな複数個あるんですか。はい、ですね、うん、じゃあちょっと出しますね。はい、で、まあ、なんとなくこんな感じでみたいなのを僕がメモ帳に書いて送ったのから見せます。はいはい、これです。それは井上さんがこんな感じです、はい、はい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 、ちょっとシャープがあって F8ABA6 っていうのがあって、はい、こう小さいですみたいな、はい、まあ、イメージイメージ、はいはい、まあ、ちょっとこんな感じのイメージでみたいな感じで送らせてもらいました。はい、それがどう変わったんですね。はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、まずこちら。おお、はい、なんかあれですね、すごい豪勢になりましたね。これだから大輔の花が採用されてるやつ。ああ、ああ、ああ、本当だ本当だ。あの花がちょっと周りにあって、はいはいはい、で、うん、ジサリス。なんか、うん、宝塚みたいな豪勢、なんかゴージャスなイメージありますね。いや、こういうさ、うん、そういえばさ、ヒーローものってさ、うん、いやこういうロゴだったなみたいなちょっと思い出させられた。うんうんうん、タイトルがね、ドーンときて、うんうん、で上に F8AB6、 あ、その後ろもなってんだ、そうやって。そう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 、ね、あ、後ろもそういう感じになってるっていう、なるほどね、うん、いや、なるほどねと思って、うん、まあ、でもありっちゃありだけど、うん、ごついな、みたいな、ちょっと、こうヒーローヒーローしすぎてる感はちょっと否めないなっていう、うんうん、にはちょっと思ったのが、まあ、このパターン、はい、で、もう一個、うん、もう一個ともう一個が同じような感じなんだけど、これですね。あ、こっちちょっとシンプルになります。ちょっとシンプルめな感じの。あ、でもなんか僕らがオーダーした感じのもの入ってる、ね。そうそうそう。でね、こうピンクがこう入ってる、うんうん。多分これはなんか多分僕の感じを忠実に再現してくれたのかなみたいな感じのシンプルな、うんうんうん。あのこれが白黒パターンがちょっと着てて。はいはい、でラストがピンクがない。はいはいはい。バージョン。はい。はい。縁がちょっとピンクになってるのかな。これ縁がピンクですね、ちょっと。そうですね、うん、なんかちょっとピンクの影が若干あるみたいな。はい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 、はい、もう一個ある、もう一個最後に来たのこれですね。お、はい、ロゴが入ってますね。これロゴが入ってて、センティカ、はい、センティカも入ってるの。まあこの中からちょっと選んでいくという感じですね。でもいいですね、なんか、うん、すごくなんだろう、アニメタイトルっぽいロゴ。まあそうだよね。いやもうなんかさ、俺こう見るともうパッと見なんだけど、うん、イメージ的にもうなんかラストのやつかな。確かになんかシャープになってますよね、見やすいというか見やすい、うん、もう一回最初の方からちょっと見ていくと、うん、これは細かくてすごくいいんだけど、うん、ちょっとなんかヒーローっぽすぎるっていうのと、あとなんかやっぱり新しい特撮を作るっていう風にここまで来てて、なんかちょっと新しさはないよね。あとゴージャスな学園ものっぽい感じがする。あー、なるほどね、うん、それもあるね、うん、でこっちはなんか多分こうどう僕のシャープを入れてくれるんだろうっていう感じだったんだけども、
まあ、ピンクのシャープを入れてくれたっていう感じで、うん、これはこれでまあいいのかなと思うんだけど、柔らかいというか、まあ最後の、まあ、これはまあシンプル版はちょっとまああれだけど、最後のこっち見るとやっぱ最後かなと思っちゃうんだよね。確かになんかロゴが入ってる分なんかいいまとまりがいい感じします、ね、うん、バランスもいいよね、これね。こっち方向じゃないですか。いやこれ方向だよな、なんかな、もうこう、まあ、皆さんどう思いますかって言って、まあ、コメント欄とかで募集とかするのもありなんですけど、はいはい、まあ、それでなんかちょっと僕らがいやこれじゃないだろうみたいな感じの方向性になったらちょっと嫌なんで、ここはちょっと決めさせてもらいたいなと思います。はい、これはこう最後のやつのデザインを見てみると、うん、まあ、後ろにこの星のデザインなんですけれども、これがジサリスのロゴ、はいはい、うん、各ヒーロー、まあ、各スーツ、はい、各センティカにロゴがあるんですけれども、これジサリスのロゴが入ってるわけです、うん、で、まあ、こうセンティカっていうのも分かるし、でこの F8ABA6 っていうのも僕が入れてくれてるピンクだなっていう、はい、なのでいやちょっとこのデザイン見て思ったんですけど、はい、もうこのタイトルを、うん、センティカ F8ABA6 ジサリス、もうこれが正式タイトルバックの名前でいいんじゃないかなと。センティカ F8ABA6 ジサリス、センティカ F8ABA6 ジサリス、そうだってさ、もうタイトルバックにしたらもうピンクのトーン記号覚えるでしょ。覚えます、うん、そうマゼンタはみんな覚えてくれたと思うけど、ピンクは F8ABA6 っていう、いやまあ、うん、タイトルバックにこれピンク入ってないんだけど、まあ、それはいいかなと、うん、非常にスッキリしてるし、まあこの中でこれかなというのが、出来上がりましたので、うん、こちらで大決定ということで、タイトルバック決定いたしました。やっと、いやまあ、てことでですね、はい、もうピンクの特撮じゃなくて、おセンティカジサリス、センティカ F8ABA6 ジサリスということで、はい、皆さんもう再度認知していただいて、はい、まあ、これから先このセンティカ F8ABA6 ジサリスを、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。あれ、ということはなんかあれですか、はい、ピンクの特撮作る企画で今まで動画を出してきたじゃないですか、うんうん、タイトル変わるんですか。変わります。え、センティカ F8ABA6 ジサリスを作るになるんですか。いやだからもうピンクの特撮パッシャンみたいな感じじゃない。パッシャン、これで本編ピンクの特撮作るんだったら面白いですけどね。それはない。変わったの動画だけじゃないみたいな、はい、なんで今後、まあ、グッズとか物販とかも、はい、まあ、このロゴで、うん、多分やっていくんじゃないかなというふうに思いますので、なるほど、はい、なんていうかこのロゴとともに、うん、この作品ができていったらいいなというふうに思います、はい、まあ、とりあえずはもうまずはタイトルバックが完成ということで、はい、皆さんにご報告でした。それではまたね。